東京40マイル。今年10月末に東京ビッグサイトで開催された草刈り除草ワールド。ハスクバーナーコーナーに参考出品されていたオートモア 415X、 あのタイム誌で2022年ベストイノベーション最高の発明の一つに選ばれました。この最新機種はいよいよ2023年春以降日本市場での販売が予定されているようです。この動画では現在日本未発売の最新機種オートモア 415X が搭載する最も先進的な機能について知ってる限りの先読み情報をご説明します。 415X っていう名前なんですけど、オートモアの機種名には法則があって、名前を見ればどんな機種か分かるようになっています。3シリーズはスタンダード家庭向けモデル、1日最大10時間ぐらいの稼働を前提としたシリーズです。4シリーズはプロ機種、24時間の稼働に耐えるプロ仕様の高耐久モデルです。残る数字2桁は適応する広さをおおむね表しています。我が家にあるオートモア305-05は600平米まで対応モデル、315なら1500平米、 430X だと3200平米、 450X なら5000平米対応モデルっていうことです。最後に X がつくモデルは GPS アシストナビゲーションが搭載されていることを示しています。最新型日本デビューが予定されているオートマ 415X は24時間稼働できるプロ機種、1500平米対応モデル、 GPS アシスト付きっていうことを表しています。しかしこの GPS 機能がすごい。 AIM オートモアインテリジェントマッピングっていう最先端のデータ把握技術を搭載しています。庭全体を30cm×30cm のマス目状にグリッドして、その一つ一つのマスを走行している時の状態を詳細にデータ収集しながら走行します。例えば障害物があるグリッドを正確に認識して次からの走行に生かしたり、境界ワイヤーやガイドワイヤーがある位置をスマホに表示したりすることができます。常にデータ収集しながら走行して、その経験を生かして次の借り方や経路を自分で考えて進歩させていくっていう新しい技術です。そして 415X の刈り込み高調整は電動です。スマホから遠隔操作で刈り込み高調整することができます。この機能はすでに上位機種の一部に採用されてるんですけど、 415X で進化したのはエリアごとに刈り込み高を自動的に変えるように設定したりもできます。さらにこれがすごい、ターゲット刈り高設定という機能を使って目標とする刈り込み高と達成時期を設定すれば、徐々にその高さになっていくように期間時間をかけて少しずつ刈り高を自動調節しながら目標の刈り込み高に仕上げていくっていう、芝の植物整理にかなった芝丈調整を行う機能も搭載されています。そして大きく変わるのがファームウェアのアップデート方法。現行の機種はサービスディーラーに依頼して物理的に持ち込んでアップデートをしますが、オートマー 415X はネットワークと通信しながら自分で自動的にアップデートします。つまりいながらにして最新機能のアップデートを自動で取り込んで自分で進化していくっていうことです。2020年に発売されたオートモア305からはデジタルネットワークにつながることを前提としたプラットフォームに進化してるんですけど、 415X ではこのネットワーク接続が未来に向けて大きく前進具現化します。そしてすでにハスクバーナ社ではフリートサービスっていうネットワーク接続ツールが日本でも使えるようにリリースされています。いろんな地域に配置されているたくさんのオートモアの稼働と状態を画面上で一元把握して自在にコントロールできる仕組みです。このサービスはロボット芝刈り機に限らず、ハスクバーナ製のさまざまな製品をネットワーク接続して、その道具の所在把握はもちろん、バッテリーやエンジンの使用状態やメンテナンス時期などを常時一元管理下に置くことができちゃうんです。道具すべてがネットワークにつながる、まさに IoT 時代、新時代への移行が始まっていることを実感します。以上がまだ日本未発売の最新機種オートマー 415X に関して現時点で僕が把握している情報です。正確な情報はハスクバーナ日本公式の発表をお待ちください。次の動画でお会いしましょう。ではまた。
東京40マイル。